はい、ここは岩手県の日本百景な、ここ。あ、そうか、日本百景。岩手の一ノ関市にある芸備渓、川下りをしてきまして、川の上流、川上りしてきまして、川の上流で124メーターのね、岩を見てですね、運玉っていうね、この玉をですね、あの岩の間に入れてみると、リエちゃんがちょっとやってみます。届きますかね、どこだ。行くよ。あ、この穴です、この穴。はい、行きますよ。さあ行け。全然、さっきソフトボールの選手に選ばれたって自慢しよったのに、この全然届きませんね。穴です。行け。え、どこ行ったの。全然その目の前に落とした。はい、さあ最後もう一発。全然手前でした、ね、じゃあ私がやってみましょうか。はい、選手交代で。はい、じゃあ私が選手交代でいきます。全お、あ、当たったけど、もうちょっと左。あと一個。あ、全部当たった。届いたけど。はい、でもね、大丈夫。ついてます。ついてます。ついてます。はい。以上。ということで、ゲービー系から、運玉を外れるところをお届けしました。はい。じゃぐるっと回ってもらいます。じゃあ、私は写真。ゲービー系でございました、ね。たくさんの観光の方がね、いらっしゃってます。ということで、はい、りえちゃん。さよなら。